あんくらいまでできるようになるとね、いろんなことをして遊べるよ、うん、で、あいつの頂点の幅が、はい、後ろタイヤぐらいしかないんです、うん、ってことは前のタイヤ乗せるとほんのちょっとしか触れない。だから色で、そう、今 その1メートルの上で振るの大変でしょ、はい、そのうち10センチで振れるようになる。しただけだけどね、通過するだけで精一杯だね。下り怖いね。いやいや、そこまで行かないですよ。いや、外れてたね。ついてますか。うん、あの乗ってなかった。で、いい方法あるんですよ。ポッピングは前後同時なんですよ。ああ、はいはいはい、はいはい、だから着陸した時に前と後ろの安全確認が必要になる。はい、外れてないかどうか。ああ、はいはい。で、最初はそれでもいいんだけど、狙い始めたら前は上げない。だって上が一本橋だから前を上げて乗ると、前が乗ったかな、後ろが乗ったかなって思う間何もできないじゃん。こうなっちゃった。で、両方確認が必要でしょ。だからここに乗せたら最初はこうでいいのよ。だけど寄ってったらいざ飛びましょうって、これが目に入ったら、はい、これとこれを見るの、はいはい、これとこれを見て、はい、この辺りからリアだけホッピングにするの。そうすると飛ぶ時に前浮いてないからリアが乗ったのを見たらもう降りていいのよ。大倉さん、損してない？無駄な、うん、エネルギー、ね、エネルギーの無駄、はい、それからバランスの無駄、ね、時間の無駄、はい、だから最初は両輪ホップでいいんですよ。この状態で今前ホップして、はい、でペダル上げて上がって両輪ホップだけど、近くなってきたらリアだけにして、前が浮いてないから前が落ちる心配がないじゃん。で、上に乗って乗った距離が短すぎる。だって軸はみ出してるじゃん。これ全長どころかホイールベースより短いんだよ。だって建築資材だから90センチしかないんだよ。90な、90じゃん、全部90でできてるの。で、ホイールベースってどう考えても1メーターあるじゃん。短いやつでも子供用でも930だ。で、リアが乗りましたっていう時にはもうフロント落ちてんだよ。そうです、ね、だからここでフロントも飛ばしてリアも飛ばして乗ったかな、前 OK 後ろ OK、 じゃあ降りようかなの頃にはこんなんなっちゃう。降りらんない。だからいよいよ登りますよって言ったらっていうよりも、だパレット3枚をフロント浮かさないで上がれるようになりましたっけ。そういうことですよ、はい、いや今そう、そっ
練習しなきゃなって今思ってました。そうですよ、はい、そういうことです。あそこで今ほらあと高林さんがこの間トライアル始めて2週間か3週間で両輪ホップ覚えちゃったの。それすごいんだよ。だけど意地悪じゃん。であの両方振ってんと先はねえぜって今教えたので、リアだけ振って止まれよって言ったので、なおかつ大倉さんはうめえんだからもう何年もやってんじゃん。でだからこれをリアだけ振って止めるだけじゃ足りないの。なんでかこれを登るんだったらフロント浮かさないで登れるまで練習しなきゃいけない。3枚です。難しい。で、それができて、まずそれを実験しに行くじゃん。で、前が浮いてたら、はい、やり直し。いいですか？いいですか？行きますよ。カメラも行きますんで。いやいや、カメラ。いやいや、ここはね、一回も無編集で、カットなしで繋ぐのよ。果たしてフロントは浮くんでしょうか、浮かずに上がれるんでしょうか。でそこなんだよね問題は。みんな気がついてないの。まずかけて両輪ホップでもいいんだけど、フロント浮かさずにここが上がれるかどうかなのよ。フロント浮きませんでした。浮いてなかったですか。うん、よかったよね。出た。するってと、ごめんね、両輪ホップをやめるだけでできる、はい、うん、普段から両輪ホップをしてるからいざって時も前浮くんだよ。つまりリアホップだけっていうテクニックを持ってないからこそうっかり前が浮くんだよ。フロントが上がってる時っていうことの縛りですか。うん、そう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 。要はトライアルってさ、はい、高いところを上がるか狭いところを上がるかっていうことなんだよ。で高いのも難しい、狭いのも難しい。で狭いのが難しいんであればフロントを上げてる人は利口じゃないよね。そうですね、無駄ですもんね。ね、ハイリスクなんですよ。でつまりあの入り口と出口にマーカーがあるんですよ試合では。うん。これをこの棒を挟んでここにマーカーがあるんですよ。へー。でこの棒の出口を挟んでマーカーがあるんですよ。っていうことはだ、フロントを下ろさずにダニエルでひねりながら降りた人は5点、無得点だからダニエル使えないの。通過ってこと。そう、前輪を地面ついて通過した人しか得点がないの。だから前を下ろすことの方が難しいこともあるの。ダニエルする方が力があるやつは楽なの。だけどよく見て、これね、カメラここに固定してるよ。これこうやってここに乗ったとするじゃん。ここに矢印があったらこれ5点。だってここ通ってないじゃん。そうだよね、ここに矢印があるんだったらこういう風に通ったら空中5点じゃん。入ってないんだから1回も、うん、だから前を下ろして僕はマーカーを通りました。前輪がなおかつここでフロントを浮かさずにここに来るとリアが上がった時にはフロントがもう通過してるじゃない。だからこのまま降りるだけで得点。またね。ほら、だからルールを知ってて試合に出たことがないと何を練習していいのか知らないの。そっか、うん、目的が、目的があって技があるのに、ダニエルしたいだけじゃうまくなんないの。フロント下ろす方が難しいの。いや、ダニエルも難しいよ、はい、この上でダニエルしろって言われたら僕も辛いわ。だけどある一定層の若者たちってフロント下ろす方が辛いの。
ダニエルする方が楽なの。ちっちゃい頃からやってる。そうそうそう。で、あるいは今すぐ始めた運動神経のいい子、ああ若手、ルール知らずに練習してるとダニエルしか覚えないの。だから試合に出ても無得点で帰るの。はこてん、え、なんだなんで僕乗ったよ、乗っただけじゃダメだよ、矢印の中を通りなさい、前のタイヤも後ろのタイヤも通ってなければ得点あげませんよ、でそういうことは試合に出る前に覚えてね、そう言われる。練習の時からそのルールっていうか目的を知らない子ってことですよね。そう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 。